はい、ということで、ちょっとレベル上げ編になるかもしれないですね、ちょっと。申し訳ないですけど。動画にしようか迷ったけど、まあ、この辺も動画にした方が面白いでしょう。まず、血液を、まず、輸血剤をまず補充するのと、あと、火炎瓶とかか。火炎瓶とかも多分あった方がいいのかな？ちょっと、もろもろのね、ちょっと、ものをちょっと先立つものがないとさあれなので、うん、さて行こう、戦うガンジー戦ってきます。まずはレベルアップから。よし、この辺のやつらをまずは倒そう。これはなんだ、手記を読む。助けが必要ならカリウドの呼び鈴を鳴らせ。まあとりあえずはいいかな、とりあえずはいいです。まあちょっとデブ敵を倒す。この下にいるこいつらで血を2つ入手可能だからな。よし来いデブたち。こいつらね、カッコだけでね、そんな強くないんですよ実は。ほらあんま大したことないんですよね。ほら、もう死んだ。ガンジーにすらやられる、デブ敵。相手。うわー、今、コンボされた。もう大丈夫だろう。よし。輸血液入手。輸血液2つ入手。まあ、1個使っとくか。まだレベル上げ変えるのも早いし。下はなんかいるのかね、ここ。あんま遠くに行きすぎるとちょっと帰れなくなるので、これエレベーターか。いやーな、乗りたくないな。ちょっと行くべき場所はもう分かったから、ちょっとちょっとその辺を回ろう。もうちょっとあんまりまだしっかり分かってないんだよね、どこがどうつながってるっていうのは。うん、あの狼はもう相手にしない方が良さそうだな、間違いなく。もう狼相手にしてたらもうどうしようもねえよ。まあ雑魚敵狩りまくってもいいけどね。とりあえずあのデブとかカラスがいるから、あの辺を狩るか、それとも雑魚敵、うん、ちょっと雑魚敵のところ行こうかね。久しぶりに、久しぶりに雑魚敵巡りの旅に出ます。このゲームね、あの、だいぶ慣れてきた。まず、一つあるのが、あの、敵ロックオンして戦うのにだいぶ慣れてきた。すごいムジュラの仮面を思い出す。ムジュラの仮面。あ、慣れてきたとか、いつくらいだろう。こんな感じでさ、こういう戦っていくの、なんか楽しいしね、なんか。ステップ入れつつ。戦闘はなかなか面白い。こういう系のゲーム。俺結構なんかもう、俺向きじゃないかなと思ってさ、もう、いいやみたいな感じで、もうやるのやめてたんだよ。案外面白い。案外って言ったら失礼だけど。おいおい、ちょっと待って。上におびき寄せるか。あ、マジ？倒れた。いやー、こうやってね、すぐ死ぬのもね、このゲームの特徴ですね。そうだ、一回やってみたいことあった。ああいう風に一回倒れた時に、あっちにあったものはどうなるのか。まあ倒れてもね、結局血液は、輸血剤は持ったままだから、減らないからさ、まあ、死んでもいっちゃいいんだよね、もう。ただ、経験値だけは、ちょっと、死んだら困るから、ちょっと経験値回収しに行ってみようか。なんか死んだところになんかあるからね。ただロードが長いですね。さあ、さっきのところにちょっと行ってみましょうか。ちょ、いろいろ試してみよう。レベル上げ編だから。なんか同じことしてるようで、ちょっと実況的に飽きるかもしれないから。どうしても、もう、いいやって人は、レベル上げ編は見たくない。とりあえずストーリーだけ追いたいって人は、ちょっとこのパートはちょっと見なくてもいいかもね。ここに来て言うのなんだけど。今更だけどさ。よし、やった。
あれ、なんか血のなんちゃらとかないな。なんか死んだところに落ちてるんだけどね、大体。やばい、痛い痛い。こいつら結構強いんだよな。タイミングを測らないとよく。水銀弾、あ、いたれれれれ、これは危険、これは危険、危ない、これは帰ろう。こういう時は一回帰ります。ちょ、輸血剤無駄になっちゃうからね。ちょっともう仕方ない、これは帰りましょう。かなり レンダー攻撃畳みかけられたから、あんま無理しない方がいいのかもな、このゲーム。そしてデカブツやった方がコスパは良さそうなことが分かった。デカブツやった方が輸血剤も得れるしね。よし、もう一回行こう。っていうかやっぱりこれつけた方が良さそうだな。やっぱりこれつけた方が良さそうですね。そういえば、あの大きな橋にいる獣って、今ふと頭の中で想像してみたんだけどさ、民家の中に入ってこれるのかな。ちょっと素朴な疑問なんだけど、サイズ的に入ってこれないからさ、なんかいけんじゃねえ、あれ、もしかして。ちょっと待って、ちょっとやってみる。ちょっと今やりたいことが一個思いついた。とりあえずちょっと民家のところに行きます。民家ってこっちね。すげえ飛んだな。ちょっとやりたいことがあってね。かわいそうだけどこいつも殺すか。すげえかわいそうな、この車椅子のおじいさんを殺すって、なんかちょっとあんまりだね。ちょっとかわいそうな気がするけど、よし、よし、やった。で、私のやりたかったことはね、ここに出たところに獣がいるんですよ。こいつはいいんだけども、どうでも。こいつはいいんだけどさ。おーい、獣さん。こっちだよ。これをさ、こっちにさ、ここ入ってこれないんじゃないかなと思って。あ、やっぱ入ってこれない、やっぱりだ。やっぱりだ、ざまあ。さあ、どうやって料理してやろうか。お、これがいいか。いいね、一方的な攻撃ができるぞ、これ。ひどいな、これ。ちょっとひどい、かわいそうだ、この獣たち。なんてかわいそうな獣なんだ。仕方ない、俺が今までやられてたからな、こいつらに。神ゲーだ、これ。これ余裕じゃん、これ。あ、余裕。余裕した。はい、あなたも次ね。次あなたの番ね。はい。あ、こいつの食べ物拾えね。早く来いよ。よし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 。これすげえ稼げんじゃね、これ、もしかして。あ、いてる、てめえ。よし、すげえ稼いだ稼いだ。あとはこっちだな。このあのボスのところはちょっと行くのやめとこう。まだん
よし、やれるだろう。やったぜ。石ころっていらないよ、もう。これはちょっとボスゾーンだから行くのやめとくか。あ、輸血剤20個ゲットしたな。これであとレベルアップをしてって感じか。あとはレベルアップして、もう輸血剤稼ぎは必要ないな。ちょっとじゃあ一回帰りますか。レベルアップというものをしてみよう。一回こっきりなのかな、レベルアップって。何度もやれるんだったらこれ無限になんかできるけど、さすがにそんなことない気がする。こういうのはだいたい一回何かアップしてって感じだったけど。それとも無限にできちゃうのか？無限にできたらすごいよな。さて、おいおい、姉ちゃん。え？姉ちゃん眠ってた。Welcome home, good hunter. この子かわいいな。I must have drifted off. What is it you desire? なんなりと、はい。Very well. Let me stand close. はい。Now shut your eyes. 必要量4位。まあ、多分体力、じゃあ強化してみるか。高める能力値は選択されてません。なんだ、ダメじゃん。あー、これ高めるのか。はい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 。筋力、体力と筋力一つずつ、じゃあ強化しとく。何回もできるっぽいね。何回もできるっぽい、イメージ的に。なんか売り渡す、もうこれあんまいらないんだけどな。もうあんまいらないと思うんだけど、もはや。火炎瓶、あー、やっぱ火炎瓶いるっぽいよな。20本いるには3600円か。かなり高いね。うん、しばらくレベルアップになっちゃうな、これ。よし、もう一回、もう一回行こう。ちょっとバカげてるけど、あの獣殺すのはいいね。ありだね。これ動画にしていいのかな。なんか動画としても微妙な気がする。俺のただトークを楽しむ動画になっちゃうから。何度も言うけど、これ多分ないから、多分なんていうの、そんなに面白いシーンはないと思うから、もう純粋にストーリーが気になる人は次の実況、次のねパート4を見た方がいいかもしれないです。はい。さあ行きましょうか。ドーン、やるぜ。レベルアップ編とか書いとくか、これ実況に、タイトルに。レベルアップ編につき注意みたいな。相手、結構敵の AI 賢いな。ああ、死んだ、マジか。いやー、ダメだったな。2体いっぺんにはさすがに相手にできなかったな。よし、次やろう。もうちょっとちゃんと1匹ずつやるべきだったね。引きつけとくか。ちょっとガンジーになった時の方がやっぱ弱いのかな。防御力とか。まあやっぱそれはそうだって感じだけど。うん。いやーでも獣、なんか、羊か知らねえけど、なんか、あれやばかったよな。羊さんを倒さないと先に進めないみたいだし。じゃあ地下は何だったんだろうね。地下の方に行く道は、あっちも道あったけど、あれは何に繋がってるんだろう。お、なんか入手した。あれさっき死んだ痕跡か。いて、
っちゃおう。どうせ輸血液いっぱいある。こいつ落とすし。さあ勝負だ。あぶね。練習にもなるな。練習にもなるんでいいっすね。いやーっていうか、あんまりこの大きい武器あんま使わない方がいいのかもしんねえなー。あ、やべやべ、ミスって使っちゃった。やっぱこの方がいいのが小ぶりで、これの方が戦いやすいっちゃ戦いやすい。ある意味よし、546か。あとはこいつだな。よし、なんか中世イギリスみたいなこいつら格好してるよね。イギリスの英国紳士っぽい格好してるやつが多い。そういうのイメージして作ってんだろうけど。よし、はい、獣さんたち時間だよ。はいはい、時間だよ。はいはい、時間ですよ。ぽい。あー、かわいそうに。ただちょっと結構、え、もしかして攻撃力上がった？やっぱりちょっと、いや、そんな上がってないか。あんまり変わらずかな。あんま変わらずだな。あ、でもちょっとは上がってるみたいだね。ちょっと倒すのが早く、ちょっと倒すのがねスピーディーに倒せるようになってるね。むしろこれもう輸血剤いらないぐらいある。試しにバトルしてみてもいいな、聖獣と。割と楽だし、試しにバトってみるか。まあ、いくらでも手に入るぜ、輸血剤とかも。いや、一回帰るか、一回帰って、一応 HP 上げ、レベル上げてからやるか、さすがに。いて！よし。もう石ころとか入手してどうすんじゃ。よし、帰ろう帰ろう。1600円もまあゲットしたし、このままこれを失うのももったいない。ただ余力はあるし、もうちょっとやりに行くか。こっち側にも確かいるよな。こっち側確かなんか普通の狩人とかいたはずだ。こっち側行ってみよう。あれ？あれ違うか。あ、これ下に行っちゃうんだ。ここに行っちゃうのか。いや、ここに一回行かれたらちょっと厳しい、厳しすぎな。だいたいマップも覚えてきたね、なんとなくだけど。まあいっか、戻るか。戻りましょう。まあレベルアップ編ってさっき言っといて、これで殺しちゃったりしたらちょっとかわいそうだしね、見てない人に対して。そういえばそうだった、これレベルアップ編って歌ってるからさ、動画のタイトルで一応。まあもうちょっとやろう、もうちょっと。下に降りるのもな。こっちから行こうか。まあ敵ならこの辺雑魚がいっぱいいるから。よし、あとここか。よし、雑魚と戦うときは持久力上げといた方が良さそうだな。あぶね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 。うわ、めっちゃ連撃食らったな。よし、輸血剤使っとこう。待て待て、なんか出た。あぶね、雑魚といえど油断はできねえな。
このゲーム。しっかり、しっかり殺していかないと。あ、向こう行っちゃってる。待て待て、お前ら。まだまだ俺との戦いが残ってるだろう。よし。よし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 。うん、まあこんなもんでいいかね。あれ、ここで聞いたような気がしたけど、いなくなっちゃった。あとここにいるよね、確か。よし。よー、2000円もまあゲットすればまあ十分でしょう。帰りましょう、一回。うん。よいよい。こっちから帰ろう。ここ怖いんだよな、なんかデカブツいるし、あいつ、あのデカブツだけちょっとまだ避けてるんだよね、あえて。あって、あ、死んだ、マジで。はい、バイシム君でした。レベルアップは続きそうです。バイバイ。